皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。いよいよクライマックスに向けて盛り上がりを見せる「アイ・ラブ・ユー」TBSK。第8話では、テオ・チェ・ジョン・ヒョクがユリ・二階堂・フミのテレパスの能力を知っていたことが発覚した。では、テオはどのタイミングでユリの秘密を知ったのだろうか。そして、絵本のラストに待ち受けているものは、本校では、 ここに来てさらに謎が深まる絵本とテオそして優リの関係について振り返っていきたい「ILOVEYOU」TBSK 第8話ではテオチェ・ジョンヒョプがユリ二階堂ふみのテレパスの能力を知っていたことが発覚したではテオはどのタイミングで優リの秘密を知ったのだろうかそして絵本のラストに待ち受けているものは本校では ここに来てさらに謎が深まる絵本とテオそしてユーリの関係について振り返っていきたい写真テレパスの能力者特有の仕草をする二階堂ふみそもそもテオはユーリとの関係の以前からテレパスについて知っていたそれは幼い頃にヌナお姉さんと呼ぶ女性後に韓国の投資家民花原理、と判明から絵本を読んでもらっていたからだ さらにテオが読んでいた絵本の内容は、目を見ている間だけ相手の心の声が聞こえる、というテレパスの力を持った少女の話。少女は心優しき少年と出会いたくさんの愛をもらうが、やがて2人を数々の不幸が襲う。しかもこの不幸はテレパスを持った少女の宿命だというのだ。まるでユーリとテオの関係を暗示するかのような絵本に、ユーリも困惑する。しかしか テオがユーリの能力について知っていたと明かしたのは第8話。だがこれまでにもユーリのテレパスがテオにばれそうな場面はあった。ユーリはテオと会った早い段階から何度かテオの心の声につられて返事をしてしまっている。さらに第4話で2人が食事をした時にユーリはテオの心の声、韓国語に反応し、左手を左耳の辺りに添える仕草をする。 この仕草はテレパスの能力者特有のものであり、絵本の中の少女や花も同じポーズをしていた。優リが何度かテオの前で見せていた仕草に、この時初めてテオは不思議そうな顔をする。さらにその後、優リがテオにバレンタインのチョコレートを渡した時にテオは心の中で、優リさん、と話しかける。この時ユ優が再びテレパス特有の仕草を見せることで、テオに絵本の記憶がよみがえり。 テレパス能力と優利の仕草がリンクしたのではないだろうかおそらくテオはこのタイミングで有利の秘密に気づいたのだろう黒丸絵本の亀が亀名だったことなどから「テオラッコ説」が浮上改めてテオの様子を振り返っていくと第5話でテオが有利にキスをし心の中で「サランヘ」と語りかけた後に日本語で「愛してる」と言い直したのは すでででに有利の全ててをを理解ししたた上で愛し続けよううといいい覚悟を決めていたからではないか。らはなテオの有利への思いに改めて胸を打たれた。だが2人がこれだけ愛し合っていようとも、第8話からの展開は容赦がない。絵本の内容をなぞるような不幸が次々と起こったのだ。しかも絵本の結末には乗り越え難いような試練が残されている様子。 実際まるでテレパス能力と引き換えのように有利の「大切な父親」正「性立川志らく」が声を失っていることもありここから予想できる絵本のラストは少女が心の声を聞くことができる代わりに「大切な少年の声」が奪われるというものになる可能性もあるこれは有利にとって父親と同じくらい大切な存在であるテオが声を失うことにつながると考えると。 飯山、杉本哲太でなくとも深刻な気分になってしまう SNS では多くの視聴者が2人のことを心配するあまり「テオラッコ説」まで飛び出しているもともとラッコが大好きなテオだがここに来て「ラッコはカニが好き」なことに対して思うカニマンが好きだと発覚絵本の亀が亀井ボリケンだったことからラッコがテオである可能性も捨てきれない いいよいよ最終は直前となる I love you、どんな試練があったとしても最後はとびっきり幸せな2人の笑顔が見られることを祈りながら見守りたい。どこだと思いますか次は CU でした。